日本関東地方茨城県北相馬郡茨城県北相馬郡の範囲北相馬郡は茨城県の郡人口14,968人面積2 4 9トル人口密度601人経営平方メートル以下の一長を含む発足時の範囲を現在の行政区画で記す元の下佐国相馬郡の一部 1871年11月以来、全域が、印馬県、ついで、千葉県に属していたが、1875年の、新張県廃止に伴う茨城県及び、千葉県の再編に合わせて、千葉県管下の下佐国のうち、利根川以北の区域が、茨城県に移管された。その結果、有機軍、豊田軍、岡田軍、佐島軍と共に、 葛飾郡と相馬郡のうちの利根川以北の区域が茨城県となった。1878年の軍区町村編成法により茨城県管下の相馬郡が北相馬郡となった。一方、千葉県管下の相馬郡は南相馬郡となり、1897年に東葛飾郡に併合されて消滅している。なお、福島県の相馬郡は、 下佐国相馬郡から起こった中世から明治維新までの大名である相馬市に由来するものである。相馬市の発祥は下佐国の相馬郡であり、千葉県の旧東葛飾郡地域を含めて福島県の相馬郡とは現在でも交流が続いている。1、長崎村に菅尾村さん 正木野村4、大井沢村5、大野村6、高野村7、森屋町8、高井村9、稲戸井村10、寺原村11、鳥出町12、井野村13、六号村14、三号村15、相馬町16、高須村17、北文館村18、踏村十九、文館村20、東文館村21、深川町22、 坂手村 23, 内森屋村 24, 小文館村 25, 川原大村町村合併促進法により1955年3月に合併が行われる前は、北相馬郡西部の町村の小学校による連合運動会が行われていた。1918年、または1919 19年頃始められたと考えられ、 第二次世界大戦で中止となった1943年と1944年を除き、毎年11月3日に開催されていた。参加町村は、森屋町、大井沢村、大野村、高野村、高井村、稲戸井村、正木村、内森屋村、坂手村、菅尾村の10町村11校。会場は、当初は、森谷町大あ森屋北園の通称。 鍋べまで行われていたが、後に、大野村立王の小学校、森屋グランドへと会場を移し、森屋町立森屋小学校が、現在地へと移転新築した九百三十年、以降に同校に会場を移した。九百四十六年までの参加者は尋常化、第四学年から高等化二年までの全生徒で、競技は尋常化男女の百メートル走、高等化女子の百メートル走。 高等下男子の200メートル走、東競層、各校選抜リレーであった。ありがとうございます。